ースの野球ファンの皆さん、こんにちは。今日はここ阪神甲子園球場から阪神タイガース対中日ドラゴンズデーゲームの模様を実況川地直樹でお送りしてまいります。タイガースの先発はルーキーの小島、対するドラゴンズの先発は川上となっています。さあ、まもなくプレーボールとなります。さあ、注目の立ち上がり、ドラゴンズの攻撃、トップバッターは井端。さあ、1球目直球ストライク、インハイへ。第2球を投げた、落ちる球、空振り。小島追い込んでいます。さあ、3球目打った、玉中ゆっくりと構えた、取ってアウト、ワンアウト。そして右バッターボックスには荒木、投げました、インコースわずかに外れてボール。投げました、スライダーをボール、荒木よく選んでいます。第3球を投げました、打ちました、詰まった、ライト線フェアになった。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第1球を投げました、打ちました、いい当たり。金本下がっていった、レフト見上げた、このホームランです。先制ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。ドラゴンズ2点先制、2対0。先ほどのシーンです。バッターは4番タイロン・ウッズ。第1球を投げました、インサイド空振り、振り遅れ。1球目空振りから第2球を投げました、打ちました、ファールボール。打ちました、一塁線フェアだ、一塁アウト。バッターは5番イ・ビョンギュ。第1球を投げた、初球打った、サードボールを掴んだ、一塁送球、一塁アウト。1回表が終了して2対0、ドラゴンズまずは先制しています。1回の裏、2点を追いかけますタイガースの攻撃、先頭バッターは鳥谷。さあ、1球目打った、ファールボール。シュート打った、イ・ビョンギ手を挙げて掴んでワンアウトになります。バッターは2番赤星。初球決まってストライク、投げた、変化球ストライク、インコースへ、ツーストライクノーボール。インドを打ちました、これは面白いところに上がっているが、レフト前進ヒット。さあ、ワンアウトからのランナーが出ました。さあ、1球目インコースのボール右へ、カウン、牽制球を送ります、セーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります、セーフ。足を上げた、第2球を投げました、アウトコースわずかに外れてボール。第3球を投げました、打った、ファースト取った、二塁へ送る、二塁アウト、一塁へ送る、一塁もアウト、ダブルプレイ、これでスリーアウト。1回が終わって2対0、ドラゴンズ2点リードは変わりません。これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中村。第1球を投げました、打ちました、ヒットになります。ドラゴンズ先頭バッターが出塁します。第1球を投げました、スライダーストライク、測ったようにアウトコースいっぱい。第2球を投げました、アウトコース、スライダー決まってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、ゴー、スライダー外れました、アウトロー打ちました、これはうまいところに打ち上げた、レフト線フェアになった、三塁送球、中村二塁でスタート。さあ、これでノーアウトランナーは一塁二塁。第1球を投げた、アウトロー直球ストライク、まずは初球決めてきました。
さあ2球目ストレートはボール、投球3球目インサイド判定はボール、ワンストライク2ボール、第4球を投げた、打った、ライト使いました、セカンドへ、これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。バッターはピッチャー川上、当たりません、ストライク。第2球を投げた、切れていきます、ファウル、追い込んで投げた、ファーストに確実に送ってきました。そしてバッターは井端、これが2打席目になります。インコースのボール右へ、ファウルボール、直球決まってストライク、バッター追い込まれました。さあ3球目打った、ファウル、第4球を投げました、打った、浜中前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、ランナー2人残塁です。2回の表が終わって2対0、ドラゴンズ、スコアボードに0の文字が入ります。これからタイガースの攻撃に入ります。この回先頭バッターは金本、第1球を投げました、アウトの変化球ストライク、初球まずは入れてきました。第2球を投げました、ストレート空振り。さあ3球目ボール、インサイドわずかに外れた、第4球を投げました、直球空振り三振、あとは先頭バッターを三振に切って取りました。第1球を投げました、速球ボール高めに浮いています、投げました、打ちました、ファウルボール。さあ3球目カットボール外れてボール、今岡よく見ています。次は4球目まっすぐ空振り、次は5球目投げた外角低め、判定はボール、打った、ファウル、打ちました、ファウルボール、アウトコースギリギリのボール。さあ8球目アウトコース高め打ちました、取ってアウト、2アウト、バッターは6番浜中、打ちました、センター落下点掴んで、これで3アウトになります。最後はセンターフライに倒れました。2回が終わって2対0、ドラゴンズ2点リードは変わりません。ドラゴンズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番荒木、打った、浜中両手を広げて取って、これでワンアウト、バッターは3番福留、今日2打席目5、外れました。さあ次の投球です、打った、セカンド取ってファーストを送る、一塁アウト、バッターは4番サイロン・ウッズ。さあ初球低めフォーク外れてボール、ボールカウント1ボール、第2球を投げた、インロー際どい球ボール、ノーストライク2ボール、投げました、これはバットの根元シーツ、落下点構えて取って、これで3アウトチェンジ、最後はファーストフライに打ち取られました。3回表が終了して2対0、ドラゴンズ無得点で終了です。3回の裏2点を追いかけますタイガースの攻撃、先頭バッターは7番矢野、打ちました、イ・ビョンギュバックしていった、余裕があります、取りました、これでワンアウト、バッターは8番関本、第1球を投げました、打った、一塁へ、一塁アウト、バッターはピッチャー小島、小島背番号20、投げました、シュート決まってストライク、アウトコースいっぱい、第2球を投げました、打った、ヒット、
さあ、ツーアウトからのランナーが出ました。第1球を投げました。打ちました。ショートのグッドビー。井端、見事な守備を見せました。井端、素晴らしい守備を見せました。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターはイ・ビョンギ。第1球を投げました。打ちました。初球打ち。センター落下点。センター捕りました。イ・ビョンギ、これで2打席連続ノーヒット。バッターは6番、中村。これが2打席目になります。直球ストライク、アウトローへ。ワンナッシング。初球ストライクから投げた。打った。いったか、どうだ、入るか。センターに上げた。ホームランだ。ホームラン、ホームランです。ソロホームラン。白球は無情にもバックスクリーンへ。小島、打ち砕かれました。3対0、ドラゴンズリードを3点に広げました。レフト、モリノ。初球打ってきた。これはヒットになります。ボールは中継。モリノ、ツーベース。ワンアウトランナー2塁に変わります。バッターは8番、谷繁。これが2打席目になります。スライダーボール、まずは低め。さあ2球目、インサイド低め、ボール。ノーストライク、2ボール。ノーツーから投げた。直球、ボール、高め。ノースリーから投げた。大きなスイング、空振り。打った。赤星、交代。センター後方、バンバンとヒットになった。二塁ランナー今ホームイン。ドラゴンズさらに1点追加。谷繁、センターへのタイムリー。ここでタイムがかかります。小島、交番、相手、今日2番手としてマウンドに上がります。ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターはピッチャー川上。一塁送球、ランナー二塁に進みました。ここでバッターは井端。第1球を投げました。ストレートはボール、まずはアウトコース。さあ2球目、スライダー外れてボール。井端集中しています。第3球を投げました。ボール外れた。井端よく選んでいます。投げました。外側いっぱい、決まってストライク。ここは1球見ました。第5球を投げました。打ちました。どうだ、これはいったか。いったか。セカンドへ送る。二塁ランナーホームイン。ドラゴンズさらに1点追加。井端、フェンス直撃のタイムリーヒット。そしてバッターボックスは荒木。これが3打席目になります。アウトの直球ストライク。まずは初球決めてきました。さあ2球目、引っ張った。三塁送る。三塁セーフ。井端三塁です。とバッターは3番福留。今日3打席目。第1球を投げました。低め際どい球、ボール。一塁へ牽制球を送ります。セーフ。一塁はセーフ。シンカー外れてボール。福留よく見ています。ノーツーから投げた。打った。ファウル。次は4球目、投げた。打った。これはいい当たりだ。フェンスダイレクト。ドラゴンズさらに1点追加。ビッグイニングになった。ドラゴンズ打線爆発。荒木三塁です。とここでバッターボックスはタイロン・ウッズ。これが3打席目になります。一塁セーフ。一塁牽制。さあ1球目、変化球ストライク、アウトローへ。第2球を投げた。ストレート打った。浜中、落下点に入った。取りました。これで3アウト。4回表が終了して6回でドラゴンズこの回4点を加えています。タイガースこの回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番赤星。第1球を投げた。初球打ちました。ファールボール。初球ファールから第2球を投げた。打った。ファウル。さあ3球目、高めわずかに外れた。追い込んでから投げました。内角直球外れてボール。
第5球を投げました。ストレート空振り三振。まずは三振に切って取りました。さあ1球目打った、ファースト取って一塁アウト。バッターは4番金本、今日2打席目。第1球を投げました。カットボールはボール、チームボールから投げました。ストライク、膝元厳しい球。スローカーバーを低め投げました。直球打った、ショートのこっちび、ファーストはどうか、金本内野安打。いい守備を見せました。そして右バッターボックスには今岡。さあ1球目打ちました、荒木ダウン。荒木好プレーを見せました。荒木非常にいいプレーを見せました。ここでタイムです。相木マウンドを降りました。江草今日3人目のピッチャーとして登板です。これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番イ・ビョンゲ、今日3打席目。初球を打った、ヒット、今日初めてのヒットになりました。第1球を投げた、ストライク、インコース厳しい球。初球まずは入れてきました。打った、引っ張った、切れました、ファウル。投球3球目フォーク打ちました。一塁セーフやな、一塁アウト、ワンアウト。あーっとランナー挟まれた、二塁タッチしてアウト、ダブルプレー。タイガースいい守備を見せました。打った、いい当たりだ、伸びる、まだ伸びる、まだ伸びている、センターに送った、ホームラン。そのホームラン、発球は無情にもバックスクリーンへ、見事に初球を捉えました。7対0、ドラゴンズリードを7点に広げました。第1球を投げた、打った、赤星下がっていった、センターの後ろワンバウンドヒットになった。谷繁、これで今日は3打数の2安打。第1球を投げた、打った、浜中バックしていった、ライトの後ろワンバウンドヒットになった、二塁へ。ドラゴンズ今日3本目のツーベースヒット。そしてここでバッターは井端、ストレート見送ってボール、わずかに外、ワンボールから投げました、膝元変化球ストライク、投げました、直球ストライク。次が4球目、インローを攻めてボール、ツーストライク、ツーボール。さあ5球目、外のボール球打った、取ってアウト、次アウトチェンジ。5回表が終了して7対0、ドラゴンズさらに1点を追加しています。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは6番浜中、投げました、打ちました、ヒットになります。タイガー先頭バッター出塁です。第1球を投げました、打った、詰まった打球、ライト線フェア、一塁ランナー一気に三塁へ、二塁送球、浜中三塁ですと。右バッターボックスは8番関本、今日2打席目。投げました、打った、セカンド掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。そして迎えるバッターはエグサ、インコース、ストレート外れてボール。第2球を投げた、打った、ショートのコットビ、二塁へセーフ、送球がそれた、記録はショートへの内野安打。今がファインプレーを見せました。第1球を投げた、打ちました、ショート掴みました、二塁送球、二塁セーフ。左バッターボックスは赤星、今日3打席目。外角直球外れてボール。第2球を投げた、打った、流し打ち、ファウルボール、直球ボール高め、投げた、変化球ストライク、インローレ、ツーストライク、ツーボール。
次は5球目投げた、打った、イ・ビョンギ足が止まって構えた、掴んでこれで3アウトになります。結局三者残塁です。前半終わって7対0、ドラゴンズ7点リードは変わりません。ゲームは後半に入ります。ここまで2安打の荒木、投げました、空振り、初球空振りから投げました、直球見送ったボール、インコース際どいところ、投球3球目打ちました、ファウル、第4球を投げました、低い球打ちました、金本ゆっくりと構えた、取ってアウト、ワンアウト。バッターは3番福留、今日4打席目、投げました、内角低め、判定はボール、第2球を投げました、インハイ、ストレート決まってストライク。さあ3球目打った、ファウルボール。さあ4球目打った、送球がそれた、一塁送る、一塁アウト。バッターは4番サイロンウッズ、第1球を投げました、インサイドボール。さあ2球目変化球ストライク低め、ワンエンドワンから投げた、外角外れてボール、ワンエンドツーから第4球を投げた、打ちました、手応えは十分か、レフトセンターに送った、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、エグサがっくりうなだれる。バッターは5番イ・ビョンギ、さあ1球目打った、センター前進、ヒット、イ・ビョンギ、これで今日は4打数の2安打。第1球を投げた、空振り、インコースへフォークを使ってきました。第2球を投げた、ボール、落ちる球外れました、ワンストライクワンボール、投げた、あっと抜けた、ワンツー。第4球を投げた、打った、玉中手を挙げて取って、これで3アウトチェンジ。6回の表が終わって8対0、ドラゴンズこの回も1点を追加しています。タイガースこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番シーツ、これが3打席目になります。切れていきます、ファウル。さあ次の投球です、ストライク、久本厳しいボール、さあ追い込まれました、ツーナッシングから投げました、シュート、空振り三振、シーツ三球三振。バッターは4番金本、投げました、打った、痛烈な当たり、ぐんぐん伸びていく、レフトセンターに送った、ホームラン、ホームランです。そのホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、初球を完璧に捉えました、タイガースファン大喜び。右バッターボックスは5番今岡、今日3打席目。第1球を投げました、打った、福留両手を広げて掴んで2アウトになります。バッターは6番玉中、これが3打席目になります。さあ1球目速球見送ってボール、投げました、打った、福留落下点構えて取りました、これで3アウト。中盤終わって8対1、タイガースようやく1点を返しています。ここでタイムを取りました。エグサ降板、橋本今日4人目のピッチャーとして登板です。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは7番森野、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。ショートのグッドビー、レフト前のヒットになります。2塁送る、森野なんと4打数4安打。一塁へ一つ牽制球を送りました。一塁はセーフ、打ちました、取った、セカンド二塁アウト、ファースト一塁もアウト、ゲッツー。タイガースいい守備を見せました。バッターはピッチャー川上、初球打って出た、これはヒットになります。左中間ボールが点々としている、セカンドへ送る、
川上ツーベースヒット。そしてバッターは井端。さあ初球アウトコース低めいっぱいストライク。第2球を投げた。スライダー外れました。アウトコース際どいところ。内角低め打った。赤星余裕があります。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。二塁ランナー川上残塁に終わりました。7回表が終了して8対1ドラゴンズ、この回0点に終わっています。7回の裏タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは7番矢野、打ちました。はい、第2球を投げた。カットボール見送ってボール、わずかに外。さあ3球目内角高め打った。ボールを取った。一塁アウト、ワンアウト。右バッターボックスは8番関本、今日3打席目。さあ1球目打った。ヒット。関本初安打。ここでタイムがかかります。一塁牽制球を送ります。セーフ。第1球を投げた。外れた。ボール。さあ次の投球です。打った。三塁線フェアだ。二塁アウト。バスケを送る。アウト。ゲッツー。スリーアウトです。今日2回目の併殺でこの回を終えました。7回の裏が終わって8対1タイガース。ラッキーセブンは無得点で終わりました。ここでタイムです。橋本マウンドを降りました。久保田今日5番手としてマウンドに上がります。ドラゴンズこの回は上位打線から始まります。ここまで2安打の荒木、低めわずかに外れてボール。第2球を投げました。打ちました。玉中構えた。取りました。ワンアウトです。バッターは3番福留。第1球を投げました。内角スライダー外れてボール。第2球を投げました。おっと、このけはっきりしたボール球。第3球を投げました。打った。センター取りました。バッターは4番タイロン・ウッズ。これが5打席目になります。まっすぐ決まった。ストライク。さあ2球目ストライク。インコース厳しいボール、早くも追い込んでいます。第3球を投げた。打った。今日2本のヒットを放っているイ・ビョンギュ。さあ初球すっぽ抜けボール、ちょっと力が入ったか。内角外れてボール。ノーツーから投げた。打ちました。ワンバウンド、ツーバウンド抜けていった。二塁送球。イ・ビョンギュ右中間深々と破っていきました。ここでバッターは中村。ボールを取って一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。8回表が終了して9対1ドラゴンズ、1点を追加しています。ここでタイムを取りました。さあここは守備を変えてくるようです。タイガースこの回1番からの好打順。先頭バッターは1番鳥谷、これが4打席目になります。打った。初球打ち。左中間深いところを掴みました。鳥谷これで4打席連続ノーヒット。第1球を投げた。あーとまた初球打ち。一塁へ。一塁アウト。右バッターボックスはシーツ。打った。掴んでこれで3アウトになります。最後はライトライナーに倒れました。8回が終わって9対1ドラゴンズ、8点リードは変わりません。いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターは森野。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。さらに伸びていく。ライトセンター見送った。ホームランだ。ホームランです。ソロホームラン森野、今日これが2本目のホームラン。初球をうまく捉えました。ここまで
2安打の谷繁。第1球を投げました。打ちました。ヒット。谷繁、今日3本目のヒットを放ちました。バッターはピッチャー川上。投げました。初球を送ってきました。一塁送球、スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。打順は1番に帰って井端。打った、ファウルボール。第2球を投げました。ストレート決まってツーナッシング。早くも追い込まれています。速球も内角へ。さあ4球目、打った、さあ追加点のチャンスにバッター荒木。投げました、低め打ちました。レフトボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって10対1ドラゴンズ、この回も1点を追加しています。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは4番金本。初球打ち、ヒットになります。ボールは中継へ。金本3安打猛打賞です。速球外れました。さあ次の投球です。アウトの変化球、ストライク。ワンエンドワンから投げた、シュートはボール。今岡集中しています。第4球を投げた、打った、バットが折れた。ヒット、センター前ヒットになった。二塁送る。今岡今日初めてのヒットを放ちました。投げた、初球すっぽ抜けました。第2球を投げた、打った、ランニングキャッチ取りました。二塁はセーフ。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。この場面でチャンスに強い矢野、これが4打席目になります。第2球を投げました、ストライク、決まった。投げました、カットボール、空振り三振。さあいよいよあと1人。そしてバッターボックスは関本、今日4打席目。内角低めいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。さあ2球目、決まった、ストライク。さああと1球で決められるか。投げました、スローカーブ、空振り三振。リプレイをご覧ください。試合終了、川上完投勝利です。ご覧いただきましたように阪神タイガース対中日ドラゴンズ、10対1ドラゴンズ、大差で勝利を収めています。実況担当川地直樹で甲子園球場からお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。